翌日、一行は森を出て町に向かった。半日も歩けばとある町に着くはずだとシズが教えてくれる。私も行ったことがないところだけど、噂を聞く限りでは君たちがこの世界で活動する最初の拠点にするにはうってつけの町だと思う。そこはこの世界ではとても珍しい魔物と人間が共に暮らす町なのだという。他の旅人からの受け売りだけどね。種族の垣根を越えた真の共存が実現している町なのだというよ。確かにそこなら自分たちでも活動しやすそうだとアリスとスノーは喜ぶ。そして一行は昼過ぎに噂の町へと足を踏み入れた。やめろ。彼女たちは私の友達だ。侮辱は許さない。ああ、人間のくせに魔物と友達だと。あの人おかしいんじゃない？なんだ、一体どうなっているの？噂とはあまりにかけ離れた住人たちの態度に一行は戸惑った。町には確かに魔物が暮らしているようだ。だが見かける魔物はどれも傷だらけだった。道端のあちこちで人間が魔物に暴力を振るっている。中には鎖でつながれ奴隷のように扱われている魔物もいた。どういうことだろう。ここは魔物と人間が共存する町のはずでは。保安官らしき人間を捕まえて問えば、彼は吐き捨てるように言った。人間と魔物が平等なわけないだろうが。